はじめましての方ははじめまして、そうでない方はこんにちは、こたつです。皆さん、ここのーしゃんです。よろしくお願いします。はい、本日定期配信仁王ダウンロードコンテンツ技能後継者をやっていきたいと思います。はいはい、はい、技能後継者ということで、もちろんね、真田さんが出てくるんですけどもね、そうですね、はいね、まあ、では早速始めたいと思います。はい、はい、マリア殿、重ねてお断り申し上げる。霊石を使った戦には義などありもうさん。敵の疲弊を待って交渉に持ち込むつもり？それまで持つかしら。自らの義を貫く、それが侍というものでござる。死にたがりの侍には話が通じないみたい。あなたはどうなのかしら。伊達の強さ、この戦で知らしめよ。この重長が一番強い。ごめん、そういえば動画撮影してなかった。皆さん聞きました、これ。まあいいよいいよいいよ、うん、大丈夫大丈夫、なんとかなる、なんとかなる。大丈夫大丈夫大丈夫、テレーに任せてー。おパピー、違う違う違う。笑う犬の方じゃないの。大丈夫大丈夫はあれじゃないの、小島よしおじゃないの。違う違う、大丈夫大丈夫、テレーに任せてみたいな。ああ、ホリケンのキャラの方か。そう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 、今思い出したわ。生きてるってなんだろう、生きてるってなのにってやつね、うん、だね、うん、そうそう、思い出した思い出した。そう、懐かしいな、笑い犬好きだったな。よっしゃ、もう一回もう一回。あ、こっち、なんで俺いつもこっち通るだろう。きっと燃えたいんだろ、ね、熱く燃えて。真田もこの真っ赤な鎧のように。あ、いった。あ、こいつ、この野郎、この野郎。さあ、どうしようかな、どうしたらいいんだろうな。まあ、一話に出たとしかないんじゃない。え、アーカイブをちょっと編集して。ああ、いやいや、うん、まあそれは、いや、そっちじゃなくて、あの、こっちの矢の方どうしようかなっていう悩んでる。うん、走り抜けるしかないな。頑張ります。現状で、あれだ、最後に、あの、挨拶だけ、はい、なんか間違えてしまう、なんか間違えてしまう、はいはい、最後に挨拶だけ取っとこう。はいよ。あ、やばい、なる、危ね、
あーなんか大砲で、大砲の爆発でなんか俺、あー大砲、このさ、これ大砲防ぐの？コタさん、来て、とっとと来て、とりあえず、あらー、とりあえずここまで来れば、ここまで来れば、あー行って行って、そこここちょうど岩があるかなと思ったのに、ちょっとダメだったか、まあ石の壁を貫く矢。ああ、ちょっとのんちゃん呼ばないと危ない危ない。ああ、もうちょいだったのに。ここからがもう少しあるんだよ。ま、だ次の矢城ってまだあるんだよね。あるある、もう一個ある、もう一個ある。じゃあ、のんちゃん、そっちで召喚しようか。俺もバーって走っていって。まあ、別にそれならそれでもいいけど。そっちの方が多分ね、のんちゃんにもこう手間取らせなくていいかなっていう。うんうん、まあ、別にそれは全然大丈夫なんだけど、生きてこれるか？いける、いける、多分いける、多分いける。俺の、あ、いけ、相手。後ろこれ、後ろこれ。よし。やべ、ミスった。あかん、やべ、死ぬ。待て大丈夫。頑張れよ。頑張る。もう頑張る。あの先、本当にあのちょっと先に社あるから。オッケー。そこまではいける。もう道は分かった、あの。うん。分かったでしょ、うん、あの奥がルートだから。こいつが。あれで、さあ来い。オッケーで、危ない。よし。え、どこ？やしろどこ？あった。あった。よし、このほんと数分で行ける場所を何分かけてんだっていう。だいたい20分ぐらいかかっております。おめでとうございます。生ならでは。よし、よかった。これでもう矢来ない？とりあえず矢は来ない。オッケー。と思った。オッケー。もうすべてのアムリーターがリセットされました。なんかエラー出てる、大丈夫かなこれ。え、放送聞こえてるよね。放送は今見れてるよ、ちゃんと。オッケー。もしエラー出た方はね、あの更新をしてくださいね。MHW 配信してる人多いかな今日は。なねえ、あれどうなんだろうね、著作権はあんのかな。知らん。広告つけてる人はつけてるし。いや、あのこうカプソンさん、カプコンさん特有のあのこれはこカプコンにだらかんたら出てるのかな。あ、出るかもしれません。あの、ね、映像信号受信されて、ね、私がそうでしたから。あれ、ここ入れないのか。ここは入れないね。入れないか。いや、やっと矢が終わった。お、何こいつ、何こいつ。人間。忍びの犬と書いて人間。ああ、びっくりした、人面犬かと思った。は、え、は、え、だって今声が聞こえたのに犬が来るからさ。ああ、そういうことね。そう。いやー、怖い。なんかどっかにいるんだよな。いる、その裏。あ、そういうことか。うん。よいしょ。はい、こんばんは、サイさん、おかえりなさい。はい、サイさん、いらっしゃい。いらっしゃい。おかえりなさい。おっと、人間がいた。おお、人間一発。人間はそんなに強くないよ、早いだけで。うん。
なんか人間って言いにくいな。のんちゃんどこ？あ、人間がいて、なんか手裏剣投げてきた。てえな、おにゃろう。すげえ、手裏剣投げてきたよ、こいつ。すごい。ああ、サルトビ系のあれか。そうだね、真田人軍だね、だから。なるほど。うん。いやー、早くサルトビサスケの声を聞きたい。よいしょい。お、赤道、石道か赤道か分かんないけど、赤道だと思う。赤道で合ってる、うん、だと思う。 OK OK、 あった、やっぱり。いくよ、何しようかな。今回は黄色、あ、ダメでした。さあどっち、どうじゃ。うん、さあどっち。今黄色やった、じゃあ赤。おお、あ、よかった、名誉挽回。よかった。まあ温泉なんだけどね。温泉かい。あ、でも入っとこう。あ、いいな、鎧のままっていうね。ねえ、しょうがないよ、脱がないもん、女の人ね。あれ、これ登っ、登ってとりあえず上からやつやる。ああ、なるほど。あ、いた。サービス、サービスみたいなもんじゃない。なるほど、いきます。はいよ。おお、一発じゃない。でもん、でもじゃなかったらどっちから来てたの。何が、あ、こっちか。そうそう、こっちが正規ルート。おおおおおお、あ、なんか大砲飛んできてる、大砲が飛んできてる。にゃろー、待ちやがり。あ、なんかサルトビが来た。サルトビ、違う、忍者が来た。オッケー、上のやつは片付けたで。オッケー、ありがとう。もう一匹いた。こだまちゅえん、あとどこに。あ、いた、近いね。うん、あのね、向こうに多分あんまり置けないからだと思うんだ。向こうも次のやつってこと。ああ、矢の方にか。そう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 。でも一匹取り逃してたけどな、俺あそこ。あ、いや、そうなんだ。うん、矢のとこ取れなかった、結局。あれ、これ何、おおお、こっちは違うの。うん、そっちでも、そっちでいいんだよ。あ、こっちでいい。あ、いて、いや、いやっぱり大型妖怪に対してこたつさんはほぼ無力だな。そう、私は無力だ。とりあえずさ、ここにショートカットが一応あるんだよ。おお、やら、とりあえずあの社をすぐ真下だからさ。おお、いいね、いいね。開けといた方がいいじゃん。うん、うん、開けとこ。このゲームって矢を2本持つこと、矢を2本は持てないかな。槍を2本持つことは、うん、できないでしょ。できると思うよ。え、できる。ん、だって2本って両手にじゃなくて。あ、両手には持てないよ、そういう装備がなければ。うん、あの持ち替えて2本やりやりはできると思う。うん、持ち替えての2本はできるよ。うん、うん、同じ武器系はできるよ。で、また洞窟。うん、ボス。あー、だね、マジで。お、来た。この闇は忍びの領分よ。よいしょい。
全然食らわねえ。にゃあ。にゃあ。にゃあ。よいしょ。すげえ、なんかスライディングしてる。よいしょい。うわ、まだまだ。意外と強いよ、サルトリ君は。いってー、あー、やべ、こいつ毒持ってんのか。やべ、毒消しですから。持っときゃよかった。やべー、つら。スタミナ結構減りがいいな、こいつ。いい感じに減ってくれるね。そうだね。動きが多彩だからね。あー、なるほどね。俺も、やべ、スタミナが。おいしょい、いい感じ、いい感じ。さすがにね、ステージで死にまくったんでボスで死ぬわけにいかないんですよ。さすがにね、ステージで死にまくったんでボスで死ぬわけにいかないんですよ。クラブやめて、やめてやめてガチで言ってるから、勝ちに行く方向で頑張ってるから。おーい、おお、ヌラリオンだ。じゃあ勝ちに行くんだったら勝ちに行こうね。いいよ。よっ、まずいな。おおおい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 、はい、フラグじゃないです、フラグじゃないですよ、ヨズムさん。フラグじゃないよ。あーだ、あかん、入ったー、やばい、おいじゃーん、たー、フラグでした、フラグ回収、お疲れ様です。ちょっと待って、何今の、なんか格闘ゲーみたいな技。まあコンボ決められただけで単純に投げてそのままスライドーンみたいな。うん、そうだね、コンボだ、ね、単純にコンボだ、つらいやー、フラグ回収になってしまったか、もうだなー、だねー。さあどう行くんだっけ。とりあえずあれか、井戸まで行くんだよな。そうそう、井戸の下。あ、ダメだ、動いてたらあれか、待っとこう。お疲れ様です、ほんとね、回収つらっ。よいしょ。あいつもなかなか苦労したよね、確かに。でもそうなの、でもほんとあと数ミリだったんだけどな。できるだけタゲ取りのために俺がやってはいるんだけど、多分一撃コンボ入りゃコタツさん間違いなくあのチーンチーンしました、本当チーンなんだよね、間違いなく。なんか俺これで狙ってようかな、動きもあるからダメか。何が、あ、やめた方がいいよ。そうなんだ、やめた方がいいよ。そんなんで捕らえられる相手だったら苦労してないですよね。うん、さあ、あ、そうだ、俺こっちの方装備しよう。え、ちょっと待って、今何装備してる。あ、でもだいぶ上がったな、アイヨードが。うん、よし、行くぜ。どっち方面だっけ、あれどっち方面だっけ、あれか。さあ走っていくぞ、私は。ていあれ、これ落ちて大丈夫だ、危ない、落ちて死んだら危よ、食らったしよし、じゃあちょっと毒装備しとこう、毒。ついてきてたのね。うん、倒しといた。行くぜ。いいよ。いいよ。シーシー鍛えたエイム。全然桁が違う。
早めに回収してね。ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、あれアイテムがこれか。アイテム見る余裕あるの？オッケーオッケーオッケー。あかんかん、てんてんてん。だから一撃コンボ食らったらアウトやって言うとるやん。俺だってきついもん。はい、よいしょい。ちょ、かなぶた。はいよ。後ろ狙う。おお、よかったよかった。小田さん、スタミナ管理はしてね。はい。なかなかやるな。なかなかやりおる。やっぱ小田さん、ええ声やな、相手諏訪部さんといえばシーモアだな。シーモアって何？ファイナルファンタジー10の敵役です。あ、そうなんだ、全然わからない。 OK、 いいね、今のコンボ。よし、そうそう、シーモア老子です。あぶね、あぶね、あぶね。あ、なんか燃えてる、燃えてる。なんか、あかんかん。あとミリアで、あとミリアで。オッケー、達成。あ、逃げた。逃げなかったな、お前。逃げたね。はい、ということで仕事無駄なこと倒しました。倒しましたね、よかったよかった。あ、よかったよかった。じゃあ先へ進むということで、はい、はい、あ、でもちょうどいいじゃないですか、1時間でクリアしたじゃないですか。ちょうど今日は1時間だったね。ね、うちの40分は取れてないんだけどね。20分しか取れてねえや。まあでも今回1本分だなこれ。うんだね。あの間バッツリカットすると大体30分ちょいぐらいにしかなんねえな。そうだね、うん、40分あって40分ぐらい。そう、さっきの男かの真田、重勇士だっけ、重勇士でいいんだっけ、なんて言うんだっけ、真田重勇士合ってたか。うん、サルトビサスケであろう、半蔵と同じく忍びの者じゃが、伊賀流とは異なる使い手じゃ。あやつがこの抜け道から抜け忍び衆を放ち、徳川勢を混乱させよったのじゃろう。今度はわしらがこの道を使わせてもらうとしようか。ほほほほほってことで、はいはい、今回の技の後継者であったんだよね。義の後継者、義の後継者、大阪の駅、うん、冬の冬編無事クリアしてない、まだ、あ、クリアしたか、違う、うん、大阪冬の陣をクリアいたしました。そうだね、はい、うん、はい、次回は次回はなんだ、この義を継ぐものをやりたいと思います、うん、はいはいはい、それではまた次回お会いいたしましょう。じゃあねじゃあね。